最新情報を流れでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日エダベです。おはようございます。サーバークスの加藤です。11月の19日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は11月の17日、10件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目、 AWS CDK の Amazon ECS 拡張機能が一般利用可能に。はい、プログラミング言語を用いて AWS インフラを構築するサービスである AWS CDK ですが、こちら10月頭に出ていた ECS 拡張機能が一般利用可能になりました。 ECS を中心としたマイクロサービスアーキテクチャを簡単に構築できるようにする拡張機能で、 App Mesh、FireLens、Amazon Cloud Watch Agent、AWS X-ray、HTTP ロードバランサー、自動スケーリングあたりの設定を簡単に自動的に入れてくれるものになります。 ECS の構築より簡単になってきます。ご確認ください。次2つ目いきましょう。 AWS Step Functions が Amazon API Gateway と統合。ワークフローを構築するサービスである Step Functions ですが、こちらが API Gateway と統合しました。具体的には REST と HTTP API の2つの API ですねの形式が統合されて、 Step Functions から直接 API を呼び出すことができるようになります。既存の API をそのまま Step Functions から呼び出してあげたりとか、 Lambda など処理を直接呼ばないことで、処理と Step Functions の間を素結合にしたりとか、といった用途で使えそうです。次3つ目いきましょう。Amazon EC2 ハイバネーション機能が T3A インスタンスに対応。 EC2 の一時停止再開をサポートするハイバネーション機能が T3A インスタンスに対応しました。通常の停止とは異なり、メモリの状態をボリュームに書き込んだ状態でストップするため、起動時にそのボリュームからメモリに状態を読み出してくれる分、イニシャライズの処理が短縮されて、より高速にインスタンスを再開することができるという機能ですね。起動に時間がかかるようなアプリケーションなどを T3 インスタンスでテストしているといった方にはぴったりな機能になるかと思います。次4つ目いきましょう。 AWS Database Migration Service が移行タスクの引き継ぎに対応。オンプレミス環境から AWS 環境へのデータベースデータ移行を実現するサービスであるデータベースマイグレーションサービスですが、こちらがソースからデータを抜いてあげて、宛先に登録するためのレプリケーションインスタンスというものを使ってデータの移行を行うんですが、そのレプリケーションインスタンスが実行している移行タスクを別のインスタンスに引き継ぐ機能が発表されました。タスクを実行するインスタンスの処理性能やストレージサイズを上げたいときなど、タスクを別インスタンスに引き継ぐことで停止時間を抑えながらパフォーマンスの向上をすることができたりします。次5つ目いきましょう。 AWS マイグレーションハブがネットワーク可視化機能をサポート。 AWS への移行を簡素化・高速化してくれるサービス AWS マイグレーションハブ、サーバーマイグレーションサービスとかデータベースマイグレーションサービスとかを一元管理しつつ、ディスカバリーとかモニタリング機能などをつけたものっていう感じになりますが、こちらはネットワーク可視化機能という機能を新たに追加しました。オンプレミスアプリケーションを構成するサーバーをネットワーク図に落としてくれて、視覚的に分かりやすくサーバーの環境を把握できるため、移行計画をより迅速に進めることが可能になるということです。利用する際には対象サーバーに AWS ディスカバリーエージェントがインストールしてある必要がありますが、すでにインストール済みの場合には特に何かしら特別な対応必要はなく、コンソールからネットワーク図が確認できるようになるということです。次6つ目いきましょう。 AWS セージメーカースタジオが AWS KMS を用いた暗号化に対応。機械学習用の ID サービスである SageMaker Studio ですが、こちら KMS の AWS マネージドなカスタマーマスターキーを使用したストレージボリュームの暗号化に対応しました。 SageMaker Studio には EFS がデフォルトで付属しているほか、ノートブックインスタンスが利用する EBS ボリュームもあって、合わせて2種類のボリュームが存在するんですけれども、今回両方とも KMS で暗号化できるようになるということです。次7つ目いきましょう。AWS IoT SiteWise が複数の新しい機能に対応。産業機器からの大規模なデータ収集、保存、監視が可能なサービス IoT SiteWise ですが、今回メトリクス・トランスフォームという2つの機能を拡張する形になりました。2
メトリクスというのは関数を定義してデータの集約を行う機能ですね。例えば定期的に観測される温度データの中から1時間あたりの平均気温を算出してあげるとかといった用途で使う機能で、もう一個トランスフォームは文字通り関数を定義して変換処理を行うための機能ですね。例えば華氏で計算されている気温を摂氏に変換してあげるとか、そんな用途で使うんですけれども、両方とも関数を定義してあげて値を操作するタイプの機能なんですが、これに新しく複数の機能がついたと。でついたのが条件付きロジックと文字列操作という2つの操作で、1つ目の条件付きロジックは要するに if 文ですね。ある条件が true だったら a、false だったら b といった操作をするものです。これを使って機器の正常異常に応じて処理を変えるといった操作が可能になります。そして文字列操作も読んで字のごとしで、文字列に関する操作を行う関数ですね。文字列の長さを取る len とか、アッパーローアっていう関数を使って大文字小文字に変換するとか、あとは文字列同士の連結だったりとか、といったまあ一般的な文字列の操作というのが可能になります。まあ、これらの要素を使うことによって、メトリクスとかトランスフォームの関数定義をより柔軟に書くことができるようになってきます。次、8つ目いきましょう。AWS トラスティッドアドバイザーがマルチアカウントレポートに対応。はい、AWS アカウントの状況を監視し、ベストプラクティスに沿った運用のためのガイダンスを提供してくれるサービスであるトラスティッドアドバイザーですが、こちらは AWS オーガナイゼーションズで管理している複数アカウントの情報を集約するオーガナイゼーションビューという機能を新たに提供するようになりました。このタブを開いてあげることで、推奨情報の表示とかレポート生成などのトラスティッドアドバイザーの機能を複数アカウントをまたいで一括で管理できるようになってきます。なので複数のアカウントを使った運用などをされている方は、より便利にトラスティッドアドバイザーを利用できるようになるかと思います。次、9つ目いきましょう。新しいソリューション実装、 AWS でのビデオオンデマンド配信が発表。はい、AWS ソリューションライブラリに新しいソリューション実装が追加されました。ビデオオンデマンドオン AWS ファウンデーションということで、 AWS を使ってビデオオンデマンド、まあ、いわゆる VOD ですね、コンテンツを配信するためのソリューションとなります。基本的には S3 エレメンタルメディアコンバートが中心になっていて、ラムダ、SNS、あとは動画を配信するときに使うクラウドフロントとかあたりが関わってきます。まあ、これらのサービスを使った構成をクラウドフォーメーションテンプレート、また付属のガイドに従って構成作ることができます。ちなみに今回のこの構成は、CDK を使って生成されているらしく、 GitHub のリポジトリ見てあげると CDK のコードも載っていました。まあ、CDK の活用の仕方を見るという意味でも参考になるかもしれません。では次、最後10個目いきましょう。タイに2つのエッジロケーションが登場。はい、タイのバンコクに新しいエッジロケーションが2つできました。これによってレイテンシーを最大 30% 削減しながらサービス提供できるようになってきます。エッジロケーションを利用するサービスであるクラウドフロント、グローバルアクセラレーターが対応したということで、それぞれアップデートのニュース記事が出ていました。はい、ということで以上10件、11月17日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日AWSを楽しみに。ではでは。